はい、お疲れ様んさ、チャカポコです。今日のテーマは文春法、どうぞ。なんか文春、週刊文春ですね、まっちゃん松本人志のね、なんか、問題を取り上げたかと思えば、今度はヒカキンさんをね、なんかやり玉に挙げてるみたいですね。私は直接その記事とか読んでないんですけど、ホリエモンの動画を見て知りました。珍しくホリエさんが泣きながら配信、動画配信してましたね。まあ、そのぐらいヒカキンさんというのはやっぱりいい人なんでしょうね。誰だってね、叩けば埃の一つや二つは出てきますよね。私なんかもほとんど清廉潔白の人間ですけど、まあね、なんとなくこう、なんだ、叩けばなんとなくこうね、出てくるような気もせんではないですね。私は叩かれることはないですけど、まあ、ヒカキンさんもね、なんかこの過去の二股疑惑、大したことないと思うんだけどな。ヒカキンはね、ヒカキンって呼び捨てにしちゃダメだろうけど、ヒカキンさんは日本の宝ですからね。日本一の YouTuber ということでね、YouTube、 日本人 YouTuber をずっと牽引してきた、しかも人格者ですよね、あの人ね。すごくいい人なんじゃないですか。それが結婚するっていうタイミングで、なんか文春が過去のね、女性、付き合った女性を引っ張り出してきて、どうのこうのというね。週刊文春ももうおそらく、なんていうかな、もう経営危機なんでしょうね。そもそも週刊誌なんて誰か買いますかね。私D マガジンっていうのをずっと、もう何年も5年もぐらいかな、契約してて、もうほとんど雑誌は買わないです。で、D マガジンで、雑誌読みますんで、全部は読めないんですけど、一部重要なところは全部読めますんで、そうするともう雑誌買わなくていいんですよね。しかもね、いろんな雑誌をずっと読んでたら、いや、もう大したことない雑誌の内容っていうのもね、そんなお金出してまで買うようなことかなみたいな感じがしますよね。だから週刊文春、文藝春秋社、これももう経営危機なんでしょう。だからもうなりふり構わずやってんじゃないですかね。まっちゃん、松本人志ね、大物芸能人のスキャンダルで結構また話題になったもんで、第2弾ということで、今度は大物 YouTuberね、にターゲットを絞ってというか、でもこの辺はね、ちょっとどうでしょう、 YouTube 業界許さないんじゃないですか。この反撃出るんじゃないですか、 YouTube ね。もう今メディアは完全にテレビ、雑誌、新聞からもうネットに変わってますん で、しかももう YouTube ですよね、今ね、時代は YouTube。ネットの情報というのは文字の時代があって、であと音声で動画ということで、もう今完全に動画ですよね。しかも私はもう YouTube よりショート動画だと思ってます。今ちょっとショート動画上げてないですけど、ショート動画もね、本当結構すごいのありますよね。最近流行ってるのはね、ピタ止めって知ってます？ピタ止め、こう2つのアイコンがこう近づいてきて、ピタッと止まったところにをポンと押せば、そのなんか特定映像が見れるわけですよ。例えば女の子がこう服着てるのがパッと脱いだりね、まあ昔からよくある脱衣マージャンみたいなもんですかね。だからあれ何回もやっちゃうんだよね、男の心理からすると、クソもうちょいみたいなね。
あれなんか本当よく考えてるよね。あれの作成の仕方をちょっと覚えたいけどね。まあ、そんなんとかね、もうほぼね今ね、だから AI とかチャット GPT とかね、動画生成 AI とか画像生成 AI とかいろいろあるんですけど、まあ、そういうのを組み合わせたショート動画、ここが今一番熱いんじゃないですかね。 YouTube のその本編よりもね。で、私もちょっとその辺今勉強中ですけど、まあ話は断定しましたけどね、文春法そろそろ鉄槌が下る時が来たんじゃないですかね。ヒカキンさんにね、手を出したっていうのはちょっとまずかったように私は思いますけどね。まあ、今後どういう展開になるか楽しみですね。まあそんなこんなで今日の一言、もうメディアはね、雑誌、新聞、テレビの時代は終わりました。これからは YouTube ですね。しかも忘れるな、しかもショート動画です。今一番熱いのはショート動画ですよ。それじゃあいってらっしゃい。